ロックマン。ジキルは究極のペテン師になってもらいたい。究極の嘘つきとかさ、究極の嘘つきまでいったらそれがもしかしたら最高の本当になっちゃうかもしれないよね。俺が好きで、悪いことに、もう小学校とか中学校の時には確立してしまったロック病、今も続いてんだけどさ、どんどん悪くなっていくんだけどさ、そういう人たちってみんな究極のペテンだったからさ、すごい好きだったのに自分から身崩して死んじゃった人ばっかりだからさ、俺好きなの、それだったら生きてながら、自分たちが本当の答え知らないんだけど、答え探してるんだけどその姿についてきちゃうような、言葉分かんなくてもいいやみたいなさ、俺なんかガイタリ好きだからさ、小学校の時から何喋ってるか分かんないけどかっこいいでついてきたからさ、そういう風になれればいいよね。出した音に嘘つかなきゃいいや、やってることが嘘でも。すると俺が視力が 0.5 だったら視力 1.0 かなっていうか、なんだろうね、なんかオラがなんか見過ごしちゃうようなこともちゃんと見てるみたいな、物事をちゃんと見てるやつですね。口で言うとね、いくらでも美化できるんだけど、自分はビデオ 見たりすると恥ずかしいですけど、ね、昔のビデオはあんま見ないようにしてるんですけど、ただもちろん当時ないもので今あるものってのは、ね、絶対あるし、だけど振り返ってみて今ないものもあったような気がするんですよね。曲のバランスとかね、そういうの考えられるようになりましたね。始めた頃よりは、始めた頃はそれこそ音がでかければとか、音がとんがってればとか、って感じだったね。もちろん今でもそういうのはあるんだけど、それプラス、ここでは出て、ここでは弾いてみたいな、やり取りみたいな、曲の中でのとかをだいぶ自分の中で組み立てられるようにはなってきたかなって気がしますよね。俺だけじゃなくてみんなもそうだと思うし、じゃあ意外と、なんか順調かもしれないかなって気はするけど、なんかそう、真面目じゃないけど、純粋かな、そうですね、全体的なアンサンブルっていうのはやっぱりいつも気をつけていきたいなと。だからアンサンブルを壊すようなことはやりたくないし、多分やれないと思うし、だから自分の中でのその楽曲っていうものに対してのイメージをドラムでうまく出せればいいかなっていうふうに考えてます。そうですね、別に取り立てて大きい気持ちの変化っていうのは特にないんですよ。まあ両方とも好きでやってるもんですから、特にだからなんつうのかな、自分の中できっちり答えを出してっていうのじゃなくて、割と自然に両方
やれてるっていう感じですかね。まあ要するに小手先の技じゃないですけど、エフェクター関係とかそういうどこの部分がいいとかっていうのはなんとなく撮ってる段階から見えてたんで、それをまとめるっていうのは変ですけど、自分なりの意見とだからそのバンドとして見た部分っていうのはこれはお願いしますみたいな言い方はできましたよね。だから割と抽象的な言葉よりも具体的に言えたのが良かったかなっていう。I mean, I've been trying to get through. The traffic's been really heavy. If it, but you know, I, oh darling, don't. No, I can't hear what I'm saying. I can't. Don't put a phone down. Oh no. Don't leave.やっぱりトータル的に全体で気に入ってますね。やっぱりロンドンサイドと東京サイドっていうふうに分けた意図っていうものもはっきり出てたと思うし、その1曲ずつの内容とかその1曲の中のワンカットっていうのも全部納得してできてるかなっていう気がします。
ともと一番初めに見たコンサートが武道館 で RC サクセーションだったんだけど、うん、その時中学生でね、俺がアリーナでこうわーって言ってて、でその時のなんかステージっていうのはもうファーッともう花みたいな世界だったから、うん、まあなんか最近そういうライブっていうのを俺なんかもやってないような気がするから、まあ、武道館はそういうライブになるといいなと思ってますけどね、うん、まあ、武道館やっぱり特別な場所っていう意識がね、あの、は離れなくて、で、まあプレッシャーなんか感じないよなんてずっと言ってたんだけど、ね、11月じゃない12月か2日あのダイン・クライズの日本武道館見て、でなんか自分なんかも現実に迫ってくるぞみたいなね、それからなんかちょっとプレッシャー感じるようになったけど、うん、今は結構リラックスした感じでいいんじゃないですか、前回はあの、まあ、初めてのワンマン、だった時でこう初めは真っ白よ、ステージ上がった時はバカッと真っ白で、で自分の視界があるじゃない、でそこからこうだんだんこう人が見えてくるんですよ、バーってだんだん真っ白からこう人が見えてきて、最後にはやっと全部見えたみたいな、だから今度はその全部見えたとこからスタートするから、今度はちょっと動いたりとかね、笑ったり泣いたりとか、それなんか表情がね分かるコンサートになるんではないでしょうか、俺たちと一緒に叫んでくれるかい、俺たちと一緒に歌ってくれるかい、よし行こうか、ミスターバーカもう本当にあの一連のねなんかごたごたの流れからやっとステージ立てるようになったっていうそういう、ドラマティックな感じがすごいしてるけど、今度は本当ライブっていうところにね重点を置いて撮ろうかなっていうビデオだから、まあ、比べるのは難しいけどバンドが広がっていってる部分というかね、そういうのが、結構分かりやすく映るんじゃないかな、過ぎて
いや、ジョークみたいな人だから、俺がね、うん、まあ世間によく合ってていいんじゃないのかな、うん、今時音楽真面目にやってるやつなんてさ、うん、冗談でしかないじゃない。それだからジョークにした、うん、いや、バンドで演奏できないもんやろうってだけで、うん、ほら、うちにはいいドラマもいいベーシストもいるしさ、いいボーカリストもいるしさ、じゃあ機械使おうみたいな、うん、うちの人間だからさ、うん、機械音楽もそんなに嫌いじゃないしさ、でも、もう作り終わった後にはもういいやと思ったけどね、うん、疲れたから。まあ1キルでもソロでも同じ人がギター弾いて、ああそうだ、俺歌ってんだ結構、うん、ごく一部限られた人はさ、俺がカラオケ歌ってるのとか見たことあるかもしれないけどさ、なかなか聞いたことないんじゃないのかな、うん、俺のこの甘いボイスでカッとカッと毎晩、ね、寝る前はそれを聞いてカッとうなされてほしいよね、うん、無駄なことは全部できたよね、うん、そう、無駄なことは全部できた、あんまり音楽自体が必要とされているものかっていうふうになったらさ、難しいと思うんだよね、形ないんだしさ、うん、でしかもそのまあ何て言うの、その音楽が無駄だって言われている中でも余計無駄なもの、うん、だけどそれにすごい魅力感じちゃってさ、職業だけで音楽やっていくんだったらそれ隠したいんだけどさ、好きで好きでしょうがなくってさ、全部音に詰めちゃったんだよね、なんでお前ソロ作るのとかさ、なんでバンドやってるのにコンピューターミュージックやるのって言われても、そう無駄だと思われたり変いらねえよって思われてることが俺にはすごく価値あるものに感じて、それは詰められたよね、もうどうしようもないものは100円でも買えないようなものは詰めてるんで、
げ歌ってくれよ100万ドルのお前の掛け金でその金で俺は Let me do it.